山之口貘、山之口貘、山之口貘、1903年、明治36年9月11日から1963年、昭和38年7月19日は、沖縄県那覇区、那覇市東町大門前出身の詩人である。本名は、山口十三郎。薩摩国、移住当時、後大隅国口の島から、琉球王国へ移住した、帰化人の子孫。197編の詩を書き4冊の詩集を出した。名前の表記は、獣弁の獏ではなくムジナ弁の獏である。人生の様々な場面を純朴で澄んだ目線で描いた。妹へ送る手紙、生活の柄、自己紹介、結婚、頭を抱える、宇宙人、年越しの詩、思い出では上京して、金に苦労した自己を赤裸々に描いた。借金を背負ってでは借金の返済と借り入れを繰り返す生活を、告別式では借金を完済できずに死んだ自分の死後を、決して悲惨や陰鬱ではなくむしろおかしみがある詩である。蹴られた猫が宇宙まで飛翔する猫、自分が地球に立つのではなく地球が自分に付着する夜景等、壮大で愉快な幻想を描いた楽しい歌も書いた。僕の歌では自己の詩の世界は実際の世界よりも大きいと主張している。詩弁や雲の上では戦争や衝突を繰り返す大国の理不尽さを、マグロに、イワシでは、ビキに核実験を描き、獏では獏に、核兵器廃絶の願いを託した。声高に、世界平和や軍縮を叫ぶのではなく、そして皮肉や批判を込めるのではなく、あくまで静かに崇高な思いを込めた詩である。故郷を描いた詩も書いた。沖縄風景ではシャモが飼われていた庭を、ガジュマルの木では大きなガジュマルの木を、耳と、波状風景では美しい東、シナ海を描いた。不沈母艦沖縄では、沖縄戦で無残に破壊された遠い故郷を思い、沖縄よ、どこへ行くでは、日中米などに翻弄された沖縄の歴史、文化をたどりつつ、アメリカ統治下に置かれた故郷の日本への復帰を、切実に願った。玉を浴びた島では、久しぶりの帰郷で、琉球語が消失した戦後の姿に直面した困惑を描いた。フォーク歌手の高田渉が生活の柄、結婚、マグロにイワシなど山之口の詩の多くを歌った。また、大工、哲弘、石垣勝治、里山豊、嘉手刈林次らのミュージシャンと共に山之口の詩にをつけたアルバム、獏詩人、山之口獏を歌おうを作成した。第147銀行沖縄支店勤務の父、長鎮、母釜と、戸籍名、豊の三男として生まれる。同名は三郎、三流。1917年、大正6年4月に、沖縄県立第一中学校、現沖縄県立首里高等学校に入学する。学校では、標準語を用いるように指導されたが反発してわざと、琉球語を用いた。1918年、大正7年から詩を書き始める。ウォルト・ホイットマン、島崎藤村、室生犀星の詩を読んだ。また大杉久の影響を受けた。1921年、大正10年に地中を退学する。1922年、大正11年の秋に上京して、日本美術学校に入学。入学式の時に、南風原朝光と出会う。1ヶ月後に退学する。1923年、大正12年の春に、家賃が払えなくなって、下宿屋から夜逃げをし、一中の上級生の友人と駒込の家に移住する。同年9月1日に、関東大震災で罹災し無賃で、機関車と船に乗って帰郷する。父が、事業に失敗し自宅も売却されて、家族は離散していた。石川啄木、和歌山牧水の歌。ラビンドラナート・タゴールの詩を読んだ。1924年、大正13年の夏に、再び上京する。1926年、大正15年、昭和元年から、書籍取次店店員や組取作業員等の様々な仕事を務め、家がないので、公園や知人の家で寝泊まりした。同年11月に、佐藤春夫と知り合う。1927年、昭和2年、佐藤から高橋新吉を紹介される。1929年、昭和4年から東京鍼灸医学研究所の事務員になる。1930年、昭和5年に伊波富裕の家に住まわせてもらう。1931年、昭和6年に改造4月号で初めて雑誌で詩を発表する。以降は様々な雑誌に詩を発表する。1932年、昭和7年に金子光晴と知り合う。1933年、昭和8年、幕府をモデルとした佐藤春夫の小説、放浪三昧が脱稿される。1936年、昭和11年に鍼灸医学研究所を辞職。半年ほど隅田川のだるま船に乗る。1937年、昭和12年10月に金子の立ち会いの下で見合いをして、同年12月に安田静江と結婚する。婚姻届提出は1939年、昭和14年10月。1938年、昭和13年8月に、初の詩集、朱弁の絵を発表する。1939年6月から、東京府職業紹介所、職業安定所に勤める。1940年、昭和15年12月、第2詩集、山之口貘詩集を発表。1944年、昭和19年12月、妻、静江の実家茨城へ疎開。1948年、昭和23年3月に紹介所を辞職し、以降は執筆活動に専念する。同年に、日野葦平と知り合う。1958年、昭和33年7月、第3詩集、定本山之口貘詩集を発表。翌年、同著で、第2回、高村光太郎賞を受賞。同年11月6日に34年ぶりに沖縄に帰る。首里高校で帰郷記念の座談会が行われ大城達弘等が出席した。1959年、昭和34年1月6日に東京の自宅に帰る。胃がんを発病して1963年3月に入院。同年7月16日に手術を受けるが、7月19日に新宿区戸塚の病院で死去する。59歳没。葬儀委員長は金子が務めた。墓地は東京都立八柱霊園、千葉県松戸市。法名は南明院百十重小路。1964年、昭和39年12月、第4詩集、マグロにイワシが刊行される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。